Oğlum bu şaka ya. Ne şakası? Oğlum biliyorum şaka diyor. Zıt bana şaka diyor. Şaka de. Oğlum şaka değil oğlum. Oğlum bu şaka. Macide insat canaydı. Orası canaydı. さあ皆さんこんにちは。はい、運勢皆さん、僕一人スタートということで、本日も兄にドッキリをしていきます。いや、ちょっと待てよみんな。本日はドッキリではないですよ。本日はただの嫌がらせでございます。ってことで、本日の契約、2500万円のゲレンデで路上駐車して駐車違反を切らせます。そうですよ皆さん、本日は自らこのゲレンデ、2500万円のゲレンデで路上駐車をし、駐車違反を切らせてやろうと思います。実は本日兄のアパレルランドの撮影があって、あいつは朝から撮影に行ってたんですよ。まもなく兄の撮影が終わっちゃうので、まずは僕は一旦普通に路上駐車して兄のお迎えに歩いて向かおうと思います。もうね、すぐ切られるよ。すぐ駐車違反切られます。なので本日は僕はこの車をここで放置して歩いて兄の撮影のお迎えに行ってこようと思います。僕らが帰ってきたらフロントガラスにはあのトラウマ級の黒い違反の紙。いやー、考えただけで頭が痛くなる。俺って悪い弟だな。ちょうどここですよ。ここに紙が貼られるんですよ。いやー、これは楽しみだな。じゃあね、ゲレンデ。はい、皆さん、兄が来ました。早速突撃していきます。イペック、エメル君ですよね。エメル君ですよね。エメル君。はいはい、エメル君です。大ファンです。やめてくれる。大ファンです。エメル君、カメラ回さないでくれる。エメル君大ファンです。僕もそうです。はい、エメル君大ファンです。エメル君、勘違いしてる。すいませんの弟です。はい、エメル君大ファンです。メントスコーラお願いします。エメル君、メントスコーラお願いします。やめて、勘違いしてるから。弟です、すいません。エメル君、メントスコーラお願いします。お前頭おかしい、パパラッチだと思われてるからやめて。一回ストップ、一回ストップ。なんで来た、ここまで。待ってろっつったよな、お前、車で。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今何時だよ。うわ、もうこんな時間、お前どうやって撮んねん今から。ショートだからお前が疲れてるかなと思ってお迎えに来てやったんだよ、ゲレンデで。今日はね、ちょっと面白い企画をやろうかなって。僕面白い企画今やりたい気分ではないんだよね。今からまだショートも撮影しないといけないから早く。てかエムル、ちょっとお前おでこ飛んでるから、こっち側来て。こっち側知らねえよ、おでこ飛んでるのか。なんでお前の茶番に付き合わないといけねえんだよ。いや、ちょっとライトの当たりが悪い。こっち側来て、こっち側。お前何、もしかしてカラスの糞でも落とすの。いや、そういうドッキリではないです。今日は撮影終わりの兄に密着です。モデルの一日について話してください。モデルの一日、はい。僕モデルの一日について話すほどのモデルじゃないな、もう今はな。え、じゃあ、はい、モデルにとって一番大事なもの。あのね、僕何回も言うけど、今ね、モデルにとって一番大事なものとか言えるぐらいのモデルをやってないのよ、今。なんかもう昔からのお付き合いで時々アパレル撮影するだけで、僕 YouTuber なんで。はい、僕ね、今から子供役とママ役があるんで。はい、失礼します。え、エムル君、あの、じゃあちょっと今後あのモデルになりたい人に向けて一言お願いします。まだ言う、めんどくせえやつだな。こんなパパラしたらボコボコのギタギタにするわ。はい、あの、もう現役引退はされてるかもしれませんが。いや、してねえよ。一応たまにはやってるよ。あの今後モデルになりたい人に。漫才してるんちゃうんだからやめてくんね。やっぱさ、モデルになりたいですっていう DM が多いの。だからまずはどうすればいいの、そういう人たちは。カメラの前に立ってポーズを決めろ、これだけです。以上。おお、なんか名言出ましたね。わけやがい、これ絶対使えないからね。何言ってるか分かんねえ俺。どういうこと、カメラの前でポーズ、どういうこと。結構もう顔もバレてるからさ、さっさと車に乗ってお家に帰って、モデルの仕事はもう終わったんだから置いといて、今から本業やりに行こうぜ。もう分かった、じゃあ、はい、このモデル密着動画はボツね。何が聞きたかったの、じゃあ答えるよ。はい、いや、だから普通になんか DM 多かったから、うん、じゃあモデルとは、なんかモデルに今後なりたい人に向けてのメッセージ聞きたかったんだけど、まあなんか今日ダメだわ、お前疲れてるな今日。じゃあ行こう。またちょっと後日改めてください、すいませんでした。うん、あの、また撮りますんで、もう今日はこれボツ。まあとりあえず肌、睡眠、食事。うん、もう分かったよ俺、もういいって。はい、もうゲレンデすぐそこに止めたんで帰ろう。人生よ。あれ、俺のゲレンデ？え？やべえ！マジで俺のじゃ、は？エムル違反切られてるやん！おーん、わらうずる、わらうずる、ビジミオドン！おーん、わら、あら、おむとん！おーん、やでっきや。マジごめん、エムル。いや、ごめんね、ごめんね。ごめん、マジごめん。マジごめん。おかぱみえんさん？はい、ライアンビオ。
tamam. Şaka değil mi? Bak şimdi söylemeyeceğim. Yemin ederim kızmayacağım. Oğlum ne şakası oğlum? Hiçbir şey olmaz. İma posite kudasai. Onegai shimasu. Ne şakası oğlum? Oğlum bak. İnsatına der o. Oğlum ben de şimdi fark ettim diyorum. Oğlum bu şaka ya. Ne şakası? Oğlum biliyorum şaka diyor. Zıt bana şaka diyor. Şaka de. Oğlum şaka değil oğlum. Oğlum bu şaka. Mazide insat canaydı. Uğraşıran aydı. İşte ne yo? Orega ita toki nakatta mı? Yalan söyleme bana, yalan söyleme. Oğlum ne yalan söyleyeceğim sana? Oğlum insat yaptım ben, değil mi? İnsatı da yapmadım oğlum. Orega harau kara, yürüştü. Atarimai nan datte. Oğlum bak böyle şeyleri gerek yok. Nan nan da beni kitana, vasıza da tanı moşkaşe. Vakatta, oraya insat janay no, sağıttı vakatta. Ne? Sağıttı kanji de insat janay no, vakatta. なんでこれを切られたか説明して今すぐ。実はこれ兄のゲレンデで路駐して駐車違反を切らせてみたといういたずら動画です。どうなった？違反切られた。どうなった？それで僕の心は折れて、お前の金は飛んで、誰がハッピー？え、でもお前の困った反応今こうやって動画に収められることができたじゃん。俺はハッピーだよ。エムル君、お前もハッピーでしょ？何がハッピーだよ。ごめん、マジごめん。このバカがごめんごめんに言っとるわ。ごめんって言う前にやれ、そういうのは。ごめんごめんごめん。マジごめん、マジごめん、マジごめん、マジでごめん。はい、皆さんお待たせしました。実はこちらの動画逆ドッキリでございます。というのもこちらの駐車違反、実はゲレンデが切られたわけではございません。この違反は僕の愛車ポルシェマカンで切られちゃいました。はい、僕ねさっきコンビニ行ってたんですけど、戻ってきたら5分ぐらいで戻ってきたらこれがフロントガラスに貼られていました。大変申し訳ございません。これガチです。ガチで僕は駐車違反を切られてしまいました。大変申し訳ございます。1000円でした。ってことでですね、僕は今1万5000円を食らってマジで病んでいます。ピンチをチャンスに変えるのがイペックエネスだ。ってことで僕はこの違反を兄のゲレンデに貼って、まるで兄のゲレンデで駐車違反を切られたかのように見せていこうと思います。まあ今頃皆さん兄の反応を見てゲラゲラ笑ってるよね。僕がちゃんと1万5000円納税しますので、皆さん、今回違反を切られてしまいましたが許してください。それでは皆さん、兄はねまだまだ自分が違反を切られていると思っているので、引き続き兄の反応を楽しんでください。マジでもう見たくねえ、あのね、マジごめん。いや、おまだ映りてれめばまだ映りてれめ正直バクブルジャンバク。ごめん、マジでごめん、ごめんなさい。俺が払うから。うわマジベトベトしてる、きったね。俺が払うから。ありえないからな、お前。何時、何のために車から離れた、お前な。まあ、これ昨日じゃん。え、昨日じゃねえかよこれ。って誰だよ。俺のポルシェのナンバーじゃね。はい、てってれー。実は僕が違反を切られただけでございますので、ゲレンデでは違反を切られていません。何がなんだかわかんねえや。さっきのあの何 Vlog も全部それ、これのためだったの。お前バカなの、はい、お前誰がハッピーこれ。お前バカ、俺にドッキリするからってさ、お前自分の車わざわざお前違反切られて俺にやったのこれ。いや、わざわざというかちょっとガチで、ガチでミスっちゃって。ガチで切られたの？ガチで切られちゃいました。本当に反省してます。でもピンチをチャンスに変えようと思ってお前のゲレンデに貼っちゃった。入ってください。これは機材を攻撃するお客さん、よろしくお願いします。マジでしょ。まあ問題ないな、これ。お前に怒りたいんだけど、でもさ、やっぱ田舎とかってさ、コンビニ駐車場あるじゃん。うん。遠くってないのが困るね。だから、そう。コンビニ行くたびにわざわざコインパーキング止めて、ね、例えばね、たくさん買ったらさ、それね、またね、運ぶの大変だし、うん。まあまあまあ。なんか結構これ問題点ではあるよね、やっぱ日本のね。チート思いついた、今。貸してみ、貸してみ。何やんの？これをゲレンデに貼るやん。うん。で、このまま俺ら遊び行っても、もう蹴られてると思って、ミドリムシはもう違反を貼んないじゃん。ある意味カモフラージュだな、これ貼っとけば。あー、もうこいつはもう住んであれ、俺たちは次のゲレンデへ行こうってね、ミドリムシ様たちで歩いて僕たちの車を放置する。 そしたら僕らはどうするかというと、そう、ここのね公園で思い切りブランカー遊びができる。じゃあ早く俺はもう貼って。あ、オッケー、貼ってから、うん、お前はそのカメラ下ろしてね。オッケーオッケーオッケー。え、エムレ待て。え、カメラ下ろす。え、俺まだ回してた、エムレ。俺もなんかほら今貼ろうとしたんだけど、中勤も貼ってカモフラージュして。エネス、あれ見せて、あれあれ、中勤もあれ見える、あれ。あー、お前これあの飛行機に乗って今から逃亡しよう。お前間に合わねえだろ。お前どうやって乗るんだよ。お前どっちみちこれお前何炎上だよお前。
なんか持ってるよ俺、多分これ炎上。何これ、お前これ駐禁所だよ、駐禁所だよ。